おそらくそういうタイプなんじゃないですかね、まあ、体も一番ちっちゃいですからね。やはり基本は受けのレスリングと、受けというか、まあそういうね、どうしてもちっちゃいからやっぱりやられちゃいますよね。でも男性ファンにとってはこういう子がいた方がいいじゃないですか。意外と弱いから好きっていう場合もありますからね。はい、ここでボストンクラブだ。もちろんやられるんだったら他の選手がね、今たくさん若手選手非常に多いですから、はい、深川に集中攻撃をかけるというのは僕すごくいいことだと思いますけどね。そういうそうですか、レスラーなんだからそれは当たり前だと思うんで、若手のね主張がっていうわけですから、はい、みんなそのまだ磨かれてない宝石だから、どの選手がどんな風になるかっていうのは全然見えないですから、そうですね、この後の試合に出てくる遠藤ですとか、はい、非常に面白いものを持ってます。ああ、将来的に言うと、まあ、井上貴子とか、はいはいはい、まあ、トヨタ真奈美とか、そういう線を狙うんじゃないですかね、そういうだけの器ですよね。レスラーとして田村選手、非常に面白いものを持ってると思います。やはりお二人からご覧になって、田村選手の将来性というものはかなりあると。あるんじゃないですか。今はレスリングが強い選手ですね。若手選手ですから、飛び技ですとか、要するにトヨタと比べちゃいますけど、ドロップキックですとかですね、はい、空中サッパーありますね、ああいったものの、なんていうんでしょうね、どのぐらいのレベルまでいけるかっていうのは、若手選手、飛び技あんまりやれませんので、まだ見えない部分がありますけれども、まずはレスリングから。最初の3年ぐらいはやっぱりレスリングですから、はい、ここは。首4の字を抜け出したいが、オーチローリング。田村選手はグラウンドでの回転技というのも結構いろんな複合技として使いますね。こういう地味な攻防ですけど、あまり難しいですよね。地味技をいかに派手に見せるかっていうの、ね、っていうところですから、技の数非常に若手選手少ないですからね、持ってるお客さんの中でも、持ってるものの中で見せるってことですか。はい、まあ、長いプロレス生活考えるとやっぱり最初はそうでないと、もちろん、やっぱり目先の、ね、派手な技に中にこだわってますと、派手な技はデコレーションですから、自力レスリングとしての実力の上に乗っている、見せる要素を含んだ技ですから、はい、レスリング見てなかったかな。見てないんですけど、でも実際風花がそうやって POP の初代チャンピオンになった時は、もうそう、初めてぐらいすごい悔しかったので。あ、ということは、はい、この勝者に挑戦してやろうなんぞということも、はい、頭にはあるわけでしょ。自分が一番初めに行けるか行こうかなと思ってたんですけど。まだ対戦表明はしないんですか。勝者に対して私が勝ち、チャレンジするとか。そうですね、一人目じゃなかったのでちょっと様子を見たいです。おお、じゃあまずはじっくりとこの一戦も観戦しながら、はい、対策を練りたいところですね。はい、ね、さてバンビの長い足に対しまして蹴りを一発、そしてステップオーバーしてのフォーホールドに入りました。この風花です。まあ、飛鳥さん、はい、まさか風花がこういったね、ボイスですからね、チャンピオンになるって昔のね、劣っていた時代から考えると想像できませんね。ちょっとびっくりですよね。道を作るとはという、ね、言葉を、おっしゃる方も多いんですが、やはりそれは自分で体感して思いますか。思います。あとやっぱりジャガーさんが19歳かなんかで初めてジャギーさんからセリタビで取った時に、やっぱりそのジャガーさんが19歳にして4年目にして頂点のベルトを取った時に、このベルトをいかに自分が守っていくかとか、こう何でしょう、上げて先輩たちが守ってきたものを落としちゃいけないっていうところで、なんかね、痩せたんですよ、10キロぐらい。そうなんですか。それぐらい神経を使うてた、まあ痩せちゃいけないんですけどね、体重落としちゃいけないんですけど、そう本当だったそうです。キックがまた出ません。さあ蹴り足をキャッチして、今度はおっと、ここコブラツイストですね。珍しいな。珍しいですね。ここだけにコブラツイストを使う人なんていないですから、あまり見ませんね。見なくなりましたね、あばら折り。さあここはどうか、
ここまで体勢を低くさせますと効いてきますね。そうですね、本来であれば長身の選手がね、そうやるタイプのね技ですけれども、さあ完全に相手の体勢を崩しました。もう大きい方は小さい動きですね。そうですね、相手はやっぱり激しいですね。まあ、先日はあの長崎県の諫早で試合をやりました。ふるさとの大村とはねすぐ目と鼻の先だったんですけども、大いに燃えておりました長与千草。今日は佐賀県の唐津市にやってまいりました。文化体育館満員のお客様であります。ここへもなんかいとこという人が来ます。ああそうでしょうね、ことが、まあ、山ほどあるような気もしますし、はいはい、もう日本の代表者として行って、まあ、日本のレスリングをもう新しいもの、はい、とにかくメキシコで新しいものをね掴んでこようというジャガー横田であります。さあリング上、ああ面白くなった、どうでしょうか、ちょっとデビルがこれは厳しいですよ。思わずねデビルファンのヒロミさんが大きな声を上げております。いや姿勢も低いし、これは相当苦しそうだねえジャガー、はい、ちょっとデビル苦しいでしょう。そうです ねえウェイト落としましたからね、はいはい、ガッチリと今ねウェイトを落としております。あっとデビル根性で反撃だ。いやさんが思わずデビルに絶叫しております。あっとようやくデビルピンチをかわしたか。いや本当に手に汗握るね力比べでした。さあしかしまた長与千草の足が飛んでおります。さすがデビルですね。しかしねえ30分一本勝負、面白いシングル戦を展開しております。カウントが入った、カウントは2でした。レフリーがミスターかか長岩が今カウントを手がしますからね。はい、いやしかしね、まあ現在全日本女子プロレスはジャガーを頂点にしてあるわけなんですけども、その頂点に立っているジャガー横田がまたあの新しく新天地をメキシコに求めてね、ここでさらに何かを掴んでいきたい。このあたりが現在の全日本女子プロレスの本当にあの上田晋二さんいいところじゃありませんか。まあそうですね、あのジャガーがね自分から志願してね、単身でしかも女の子が行くっていうのはね、そうなんですよね、僕なんかにもね大概びっくりしますよね、はい。まあ、私たちはですねジャガー謙遜してますけども、今世界の頂点に立っているのはジャガー横田以外いないと思いますよ。ですからメキシコでもね十分一つ日本一、いや世界一の力を披露してきてもらいたいもんであります。そうですね、あの僕も見に行こうと思うんですけど、はい、ぜひそうしてください。まああのジャガーが単身殴り込みっていうのはいいんですけども、やはりあのコミッショナーあるいはあの全日本女子プロレスの誰かが行ってフォローしてあげてもらいたいですね。フジテレビもできたらですね、あのジャガーのメキシコでの熱戦をですねぜひ映像にしてまたファンの皆様にもお伝えしたいと思っております。ぜひ私が一緒に行ってですね、あ、これは、名乗りが上がりました。レポーター鈴木博光でお願いすることにいたしましょう、はい、ありがとうございます。はい、だって勝手に僕ら決めていいんですか、ね、いやいや、さあしかし今度はボクシングスタイルを取ります。おっとカニバサミに行くどうか、こらえた、しかしこれはかかりました。さすが長与千草、レベルは倒れ方も華麗だ。そうですか。いやいや、もうねファンとなりますとあの広光さんは徹底してね、レベルサイドに立っております。いや私あの長与さんも好きですけどね、ジャガーね、まああの今度はクラッシュギャルズの話になりますけどもね、はい、例えばあの今のクラッシュギャルズの人気、ね、ジャガー横田としては時には嬉しく時にはね、はい、いやーこっち来ようと思うこともあるかも分かりませんが、しかし人気に支えられてどうですか、やはりクラッシュっていうのは大きく成長してるんじゃないですか。そうですね、まあ悩みもありますし大きな喜びも持ってるみたいですね、いろんな意味で悩んでますね、やっぱり。あ、そうですか。例えば一番悩んでるのはどういうところ。まあそうですね、もうやっぱりもう、まあ、キャーキャー騒ぐファンの人が多いですよね、はい、本人たちは一番プロレスを大切にしてやっていきたいんですが、はい、あのまあどんなことをやってもわーという、うん、だから自分の価値がどういうところで決めていいのかっていうところで頭悩んでるんですね。見定めるのが難しい、なるほどね、ファンの声援が嬉しいけど出ました、体勢崩れました、ワンドゲットしている、今度は釣り天井が出るか、逃げてるんですけどね、脇腹を痛めている長与千草、釣り天井を食ったらちょっと危ないぞ、いやいや釣り天井の体勢に完全に入っている、これはちょっとじゃが危ないね、いやー一気にいったきたきた、釣り天井であります、ロメロスペシャルが入った、これはダメではないでしょうか、懸命にこらえた、さあこらえた、こらえた、どうか、よくこらえました。いやーたんですけどね、
見に来ました。で、ここまでの試合展開で、はい、この後どっちが勝つと思いますか。いやもうこれはドローですね。ドローそれしかないという気がしますね。なるほどね、はい、どちらも勝ってほしくないし負けてもほしくないと。そうなんです、辛いです。いたたまれなくて来ました、はい、塩野さんどうぞ、はい、そうなんでしょうね、気持ちはよくわかります。しかし格闘技ですからね、決着はつくわけであります。果たしてどういった決着か今日つくでしょうか。満員の横浜文化体育館、あるいはデビルに、あるいはジャガーに応援が飛んでおります。まあ、何か今日は試合前にですね、この横浜地方大ライブがありましてね。そうですね、かなりすごい雷が鳴ってましたね。そうですよね、何かこの試合を象徴するようなね、雲行きだったんですけども、ファン待望の一戦が今ここに実現しております。ジャガー横田デビル雅美、こんなに早く実現するとは思いもいたしませんでした。ここまでご覧になって宮本さんいかがですか、序盤戦。まあ、今のところはやはり、まあ、全く互角というところでしょうね。全く互角、はい、素晴らしいなと思うのは、私はまあ実況放送しているだけで汗びっしょりなんですけども、2人はですね、この暑い中、しかもライトを受けてね、放送席よりももっともっと暑いのにまだ大して汗をかいてませんですね。わずかにデビルのサミのね、背中が汗で薄く光っている、そういった感じであります。ジャガー横田もあるいはデビルのサミもほとんどあの、汗をかいておりません。大したもんであります。塩野さん、はいはい、ワイファーですね、それがコミッショナーも言ってましたけれども、ね、このリング上の2人はですね、1月以上の間お互いにほとんど口を聞いていません。極秘のうちに練習を続けました、はい、チャンピオンのジャガー横田ですが、新人を引き連れまして、はい、トレーニングを続けました。そうですか。ランニングをしたいとしたスタミナ作りです、はい、一方のチャレンジャーデビル雅美ですが、ジムで昨日もですね、一人で練習しました。ーはーはー、縄跳びを黙々とやり続けたそうです。孤独との戦いと言っていました、はい、デビル雅美選手は現在体重が77から78ぐらいあるそうなんですけども、ね、これはあのジャガー戦に備えてですね、意識的にちょっとあのウエイトをね増やしたんだということを言ってましたね、はい、はい、まああの一般の見るところですね、時間が長引けばジャガー横田が優位と、そうですね、短時間のうちに蹴りがつけばやはり瞬発力に勝るデビル雅美が優位と、こういう見方があるようですけども、はい、この点いかがですか。まあ、全くやっぱりその通りだと思いますね。そうですか、はい、この試合は60分1本勝負であります。果たしてどういったことになりますか。まあ、前回の試合もですね、はい、30分超えた試合だったんですけどね、しかし今回のデビルの気迫っていうのはすごいですからね。そうですよね、あの精神力とあれはすごいです。まあ、あの全日本ジュニア、それから全日本の王座争奪、はい、共にあの30分の時間切れだったんですよね、はいはい、で前回3度目にかけたわけですけども、それがまた両者リングアウト。だから今度こそですね、とにかくもう負けてもいいと、はい、ボールを取られてもいいと、さっぱりとね、リング内で決着をつけてみたいと。なるほど、そう思い、意欲燃やしてますね、はい、現在無冠のデビル雅美であります。デビルとしてはもちろん喉から手が出るほど欲しいタイトルであります、 3AA の世界シングル選手権。まあ、ジャガー横田としても先ほどね、ギャラクシカにね、思ってもみない敗戦をちょっとですね、喫してますので、この辺りはもう十分今日は心して戦っていることでしょう。まあ、あれからちょうど4ヶ月経つんですけどね。そうでしたね。それでもあれは非常にジャガーにとってはいいって言いますかね、はい、いわゆる腐敗の王者だったわけですけども、それが一度敗れたことによってやっぱ一回り大きく成長したと思いますよ。そうでしょうね、はい、そのことはもうジャガー横田選手も言ってましたですね、いい薬になったということをね。それからは一層ジャガー横田選手練習にも力を入れるようになりました。今日しかし最大の強敵デビル雅美を迎え撃っているわけであります。まあ、しかしこの横浜文化体育館は、ジャガー横田にとっては非常に、運がいいといいますかね、縁起のいい体育館なんですね。そうですね、一昨年2月ですね、はい、ジャッキー佐藤を破っていわゆる政権交代といいますかね、はいはい、一つの時代の終わりを始まりをやったんですからね。そして確かモンスタービッパーとも来るそうですね、防衛戦今から勝っておりますジャガーいうことであります。今日はその横浜文化体育館超満員のお客様、
3AA の世界シングル選手権試合、60分一本勝負、夢の対決が実現しているわけであります。さあ、ロメロスペシャルの体制に入ろうという、いやいや、これはどうですか。まあ、長くは続きませんでした。さあ、後ろからね、がっちりと挟んでおります、デビルマサミ。ようやく両選手、肩のあたり、あるいは胸のあたり、汗が光ってまいりました。まあ、今日はこの暑さという点ではですね、デビルマサミ選手のがちょっとジャガー横田よりも弱いようでしてね。そうですね、昼間からですね、今日は暑いんじゃないかなと、それだけを心配したようですよ。持久力という点でややチャンピオンに劣ると見られております、デビルマサミ。ともにレスター単独が入りました。いや、同じ中に入るにしてもね、素晴らしい動きですね。彼女のジャンプ力っていうのはすごいですよ ね、 ね、軽々と今三段道を飛び込めて場外に入りました、ジャガー横田であります。まあ、あのどちらかというと試合の方は静かに静かに進んでいる感じですよね。そうですね、はい、対して派手な動きはありません。お互いにやはり一発勝負といいますかね、一本勝負ですから。そうですね、はい、ちょっと隙があれば本当にスリーカウントいきますからね。そうなんでしょうね、やはりお互いに牽制し合ってますから、それだけの技そして力を十分に持っている2人ですもんね、いやー、キッコさんどうですか、ここまでご覧になって。私もう見てて肩こっちゃって。そうでしょうね、力入りますでしょう。なんだかもう息するのも忘れてみて、ね、互角ですよね。今日はね、確かにいつものように大きな動きはないけども、しかしね、なんですよね、本当に見てて肩こりますね。はい、さあ、うまく逃げるんですよね、またね。この辺りはさすがに見事であります。まあ、お互いにですから、あの攻撃が長く続きませんもんね。お互いこう次の手を考え、相手が何仕掛けてくるかって考えながらやってるんですよね。次郎さんどう、素敵でしょう、ジャガーさん。もう声がありませんよね、本当にもう牽制し合ってますからね、はい、そうでしょう、技かけるのに本当に大変ですね、これ、はい、いや、しかし目つきがもう全然違いますね、すごいでしょう、はい、ね、あの目が何ともね、こうハングリーな感じでいいんですよね。目の鋭さということに関しては、チャンピオンもそれから挑戦者もですね、本当に甲を打つつけがたいものを持ってますもんね。どっちかというとデビルは本当にあの般若のお面の目でしょ、はいはい、でジャガーはどっちかというと狼の目ですよね。そうそうね、不気味に光る挑戦者の目、そしてだんだんとね輝くようなチャンピオンの目、闘志を秘めております両選手。リング上本当に不気味な動きであります。決して派手ではありません、大きな動きもありません。しかし目を離せないというのはね、まさにこういった試合ですよ ね、 すね、宮本さん。あっと大技で反撃であります。ジャガー横田、今までね普通の選手でした、ああいったあの大きな動きでですね、減速しておいて自分のペースに乗っていくんですよね。そうですね、はい、なかなかねやはり相手が相手ですからね、はい、デビルマサミ選手も堂々とね大技で返してますもんね。いや、確かに今日は松岡キッコさん、ジャガーにとっては本当に苦しい試合になってますね。本当に目が離せないというか、まあ、いい試合ですよね、はい。まあ、あの場内の気温はですね、優に30度を超えているでしょうね。そうですね、はい、特にリング上は電光散乱としております。しかも超満員のお客様、熱気ムンムンの横浜文化体育館であります。次郎ちゃんはどう見ますか、これはもう勝負つかないんじゃないですかね。勝負つかないじゃないか、本当にそういった感じになりますね。さっきから見てますね、はい、やっぱりこの力のチャレンジャーですね、はいはい、技のチャンピオン、ね、そうそう、もうどっちに当たってもおかしくないですね、これは。ねえ、すごいですね、本当に白熱の一戦です、ね、あのデビルの方はですね、はい、ボディースラム も高いし力強いし、ほうほう、あれは痛いですよ。そうでしょうね、あれは痛いですよ、はい、ね、まあ、あの受け身の心得もある轟二郎さんでしてね、そのあたりはよくわかると思います。
しかしこの辺りね、ブランド技で他のデビルマサミ選手有効なね攻撃をずっと続けてますでしょう、ね、これは相当チャンピオンとしてもスタミナの消耗につながってくるんじゃないですか。ボディシザーズ早くな反撃はチャンピオンであります。あーっとこれではコブラツイストをいきました。先ほどはマンジ、今度はコブラツイスト。ジャガー横田も十分に反撃の気を失って見ておりました。さあさっと出ましたコブラツイストであります。